どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。イェイ。ということでですね、今回は、すごいですよ。めちゃめちゃ簡単にできるですね。ソースラーメンの作り方です。はい。これ、ソースラーメンっていうのが、まあ、地元の千葉のですね、まあ、私は千葉なんですけど、船橋のいるところですね。でね、ソースラーメンっていうのが結構ね、流行ってまして、ご当地ラーメンで。そこから着想を得てですね、そのソースラーメンをもっともっと手軽にできないかと思ってですね、ちょっと私が考えたんですけど、ちょっと驚きのやり方でソースラーメンが食べれるっていうですね、やり方があるので、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということでですね、材料はこちらの2つです。日清焼きそば UFO、 あとこれね、ウェイパーです。ちょっと使い込んでるんで、年季入ってますけど、ウェイパーがなければ、中華スープの素とか鶏ガラスープの素でも構いません。あと味の素さんとかはね、香味ペーストとか、はい、あとソーミシャンタンでも大丈夫です。一番近いのがソーミシャンタンなので、ソーミシャンタンがある方はソーミシャンタンでも全く問題ないです。はい、こちらを使って、いきたいと思います。はい、それでは作っていきたいと思います。まず UFO、これですね、開けます。ふりかけ取ります。で、このソースは取ってくださいね。まあ、この状態ですね。はい、ここへですね、まあ、お湯を入れます。これね、線まで、内側の線まで入れてください。はい、こんな感じですね。はい、これで蓋をして3分待ちます。ここまではもうず同じですね、それだとね。3分待ちます。はい、それではですね、3分経ちましたので、あとね、このソースは蓋の上で温めろって書いてあったら蓋の上に乗せてますね。経ちましたら、この蓋をですね、全部剥がします。はい、僕これを最初にやると勇気ありました。はい、結構ここにですねソースを、入れます。はい、これ間違えてるわけじゃないですからね。はい、これれっきとしたソースラーメンの作り方なんですけど、はい、あとですね、ウェイパーです。小さじ、1だと多すぎますね、3分の2ぐらい入れます。鶏ガラスープだと小さじ2とかぐらいかなと思います。はい、でこの状態でよく混ぜます。ウェイパーがね、固形なのでね、よーく混ぜて溶かしてくださいね。はい、そしたら、最後に、この、ふりかけをかけて、UFO ソースラーメンの完成です。イェーイ。これ一応、料理研究家が考えた料理ですから、これ。皆さん、料理研究家の考えた料理です、これは。はい、ということでですね、完成して、しましたので食べてみたいと思います。いつも言ってるんですけど、これもう僕作ったことあるので、味は分かってます。はい、ただこれ食うの久しぶりなので、はい、いただいてみたいと思います。これ決して間違えて作った UFO じゃないですからね、これね、お湯を捨てる前にソースを入れた UFO じゃないんです。わざとこうしてるんですね。いただきます。うん、うめ。これですね、ウェイパーっていうのが、まあ、これ溶かすとね、中華スープになるんですよね。だからソースで味付けした中華スープ、の味がするので、ね、すごいうまいです。うん、あとね、ソースとこの中華スープがどういう感じになるのかなって皆さん思われるかもしれないんですけど、これソースがね、すごく甘みももちろんあるんですけども、香辛料とかもね、UFO は豊富に、こう入っているので、すごくね、香り高いんですね。そういったメリットもすごくあります。でですね、これ、まあ、このままでもいいんですけども、まあ、一応料理研究家なので、ちょっとね、ちょい足しをしていこうかなと思いまして、まずですね、ブラックペッパーですね。はい、胡椒、これラーメンとかにいると思うんですけども、よりこうすることでラーメン感が出るんですね。
あ、たぶんね、こういうカップ焼きそばね、出る、これから、うん、これから出ると思います。はい、っていうか、あるかもしれない。でもこれは、あの、気分によって UFO を、ラーメンに変えられるっていうですね、これ、ちょっと裏技的なやつなんでね、黒胡椒はね、すごく合います。やっぱね、ラーメンっぽいんでね。はい、あとですね、ちょい、まあ、邪道と、まあ邪道というか、まあこれ自体が結構邪道なので、はい、あれなんですけど、マヨネーズですね。はい、結構マヨネーズ 大好きなので、ね、はい、こんな感じになります。このままやってもいい、スープ溶かし込んでもいいですよ、これ。はい、これちょっといただきたいと思います。いただきます。うん、あ、マヨネーズ最高。うん、めっちゃコクが足される感じですね。はい、マヨネーズ入れたら何だったんやかな、これ。で、ちょっとスープの方も、あのスープはね、もうめちゃめちゃちゃんとしたスープになってます、これ。これ多分そのウェイパーがかなり、あのラーメン感を出してくれるからだと思うんですけども、ものすごいうまいスープになってます、これ。あのちょっとね、一回試してみて、ください。このソース、この焼きそばのソースとレバーの中華スープがですね、こんなにも合うんだっていうですね、このハーモニーを、ちょっと、試していただきたいなと思います。これ UFO とですね、中華スープさえあれば、ウェイパー、まあ、ソンビシャンタンでもいいんですけども、コーンペーストの場合はもうちょっとあの分量足してください、ね、ちょっとあれ薄いんで、ぜひね、これ一度試してみて、欲しいですね。もうめちゃめちゃうまいので、これ自信持っておすすめします。はい、しかも誰でもできますこれ。はい、ぜひ試してみてください。あとね、あの、間違えてお湯を捨てる前に UFO のソースを入れてしまった時の対処法としても、これバッチリだと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆様、今回の、料理紹介どうでしたでしょうか。もしちょっとでもいいな、美味しそうだなと思ったら、いただいた方は高評価、またチャンネル登録をぜひとも、もうぜひともお願いします。